なんかまだちょっと待ってください、ちょっと待ってください、すごいっすね、ちょっと待ってください、あのタイトルコールでもうなんかすごいもうジャックされそうだ。いやその前にその前に、はい、ニオ鉄じゃなくてニア鉄なんですよ。そうなんですよ ね、ニアって聞いたらこう、はい、ゴゴフトのリスナーはおっとあのニアさんかってなってると思うんですけども。本当なってると思いますよ。もうなんとですね、うん、今日、はい、リオちゃんが、はい、お休みなんで、はい、特別に MC 来てくれたんですよ。よろしくお願いします。お願いします。紹介します。ウクレレシンガー宮武博さんです。どうもよろしくお願いします。宮武博です。どうも、埼玉浦和出身、サッカーずっとやってまして、でですねプロサッカー選手になれたらなと思ったけどなれなかったから音楽家になったと。で今は浦和レッズの音楽作ったりですね、あとはヨナヨナエールっていうビールの歌歌ったりですね、なんかいろんなことやってます。でエビちゃんとはボールつながりでたまにねフットサルやったりねしてるんで、今日はお邪魔しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね聞いての通り、うん、もうゲストさんが今日来てるんですよ。もう賑やかだね。もういきなりもうなんかカチ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 何なんだろうっていう、自己紹介してからこう、うん、うわーってくるのかなと思ったら、うん、もうジャックされそうなんで、もう早ウィンクウィンクウィンクこのウィンクで多分気づいた人もいるかもしれないです。本当はいもうねそうなんですよ。でも今日本当スペシャルゲストですよ。本当、うん、豪華。じゃあ紹介したいと思います。まずはですね俳優の福山雅治さんです。どうもバカ言ってんじゃないよ超福山雅治です。似てるようなちょっと似てないような、難しいよね。褒めたいような褒めれないな。すいません、いい感じですから。すごいでしょ。そうなんですよ、番組ですよね。はい、映ってますよね、このウィンクも映ってますよ、ここで映ってますよね。あー、分かった分かった。まあもうあれですね、はい、もうこういうネタは前もやらしてもらったんですけども、うん、もう FC 西武台の代表岸田雄三さんです。ありがとうございます。どうも岸田雄三です。岸田雄三です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あともう一人、なんとこの大人気ですよ、うん、サッカーやってるね若い子から、うん、まあこううちらも知ってるもんね。知ってます、もちろん、そうなのよ。紹介させてもらいたいと思います、うん、サッカー系 YouTube で人気のリゼムの翔平くんです。リゼムの翔平です。よろしくお願いします。これはすごい。川越に川越に来ちゃったよ。はい、ありがたいです、呼んでもらえて。本当に、はい、嬉しかったです。もうなんか嫌いじゃないよ。いやいや全然もう楽しみで今日来たんで、はい、そうなんですよ。宮ちゃん初めまして。お俺そう初めまし て、はい、もう有名だよね翔平くんは。もう YouTuber、 YouTuber っていうの、一応そうですね、くくりとしては、はい、ね、自分ではそんな思ってないですけど、ね、私は俳優です。え、福山雅治です。いや、岸田雄三ですよね。いや、福山雅治です俳優してます。俳優してます。俳優してます。最近なんかそうだ、俳優しようっつって、うん、それなんか京都行こうとか言ってた。違う、ちょっとすごいタイム感ですね今日ね。そうです、もう今日は ねコーラーもうあれですよ、カオスな状態です。本当ですね、完全に。そうなんですよ、今日こういう風に来てもらったんですけども、うんうん、まず、うん、はい、まず岸田雄三さんと翔平くんが、はい、なぜこう2人が、まあ個別にこう翔平くんはねたまたまだけど、ね、はい、ブライトンカフェに来てもらって、はい、そこで初めまして、挨拶をしたんですけども、うんうん、雄三さんとこの2人が一緒に来るっていうのは、まあ、なんかあるんでしょうねっていう。そうですね、かもないのか。いや結構お世話になってるんで、リゼムが。え、リゼムの中にちょっと日体大のやつがいて。あ、誰ですか。タカっていうやつ。ああ、タカさん、ああ、うん、有名。もうその大先輩が雄三さんで。そうです、日本体育大学体育学部体育学館で私あもうね存在が体育そうです、だから日体大で、タカも日体大だった。で同じサッカー部、日体大のサッカー部出身ということで、うん、はい、あの当時最初はあのリゼムもいよいよ広島からもう東京に来て、はい、うん、勝負するんだっていう決めた時ぐらいですね。はい、そうですね、その時に多分ゆずさんを紹介していただいてお世話になってるっていう感じですね。マジか、最初会った時に、はい、この人はちょっと表の人かちょっと分かんないような感じしなかった。大丈夫だった。いや、オーラはすごかったですね。やばいよね。家でご飯食べさせていただいたんですけど、あー、あの家かな、前の家かな、はい、いや、すげえとこ住んでるなと思っても、もう東京の凄さをそこで
知りました、ね、最初に会ったのがそこ、ちょっと前に会ってるのかな、ちょっと前に会ってこの、はい、かあ、ね、かもういきなりすぐか、はい、えーはい、その時僕自身もあんまりリゼムのこととかあんまり分かってなくて、でうちの子供たちがびっくりするっていう、えみたいな、そうだよね、うん、そこにまた別の他の何人かいて、でコラボして喋ってるのを見て、うちの子供たちがびっくりしてて、うん、まあ自分たちの世代よりかはあの若い子たちはもう、そうだね、みんな知ってるもんね、もうだって YouTuber 世代じゃないですか、うん、今の若い子たち、 うちらよりも、はい、もう大人気で、ね、翔平君も来るまで、川越来るまでもうキャーキャーもんだったし、いやいやそんなことはないです、はい、いやそんなことないですいやそんなことないです逆に全然そんなことないんですけど、どするっすよねストレートっすよね、目も合わせてくれる道開くし、いや避けられる、目も合わせてですよねすごい空いてんなでも今日の服装可愛かったっすね、確かに可愛かったっすね、オーバーオール着てるのってっおしゃれでした、ね、おしゃれだった、はい、おしゃこ 顔からしたらおしゃれなんだけど何それ、顔がね、顔がやっぱりねもうあの電車乗るとやっぱりみんなうちのお母さんに謝ってくれそっくりだこの顔確かにそうなんですよ、もうこんな風にね、うん、あの適当な話をどんどんしてるんですけども、はい、でもすごいですよね、まあリズムって言えばちょっと僕の、はい、あの教えてほしいことなんですけど、ウィナーズって有名な、はいはい、あのサッカーチーム、はい、ありますよね、ありますね、その中で翔平くんはリズムという何人組になるんですか、4人組、リゼムは今4人組でやってますですよね、兄弟、はい、弟が1人、圭吾とシゲとタカってやつと4人でやってます、やってて、はい、でウィナーズって多分なんかサッカーやってた人は聞いたことあると思うんですけど、はい、ちょっとその辺のなんだろう流れっていうか、そうですね、ウィナーズがコナミさんが作ってるインフルエンサーサッカーチームで、もういろんな YouTuber とか呼んで作ったのがウィナーズになりますね、はいはいはい、はい、まあ、そこにリゼムが呼ばれて入ってみんなで活動してるっていう感じです、なるほど、じゃあウィナーズっていう、すごくね結構インスタとか TikTok で出てくる、はい、あの、はい、青と黄色 の、はい、あの派手なユニフォームは、はい、ウィナーズっていうのはこうサッカー系 YouTube のインフルエンサーたちが集まって、はい、そうです、インフルエンサーチームです、いや見てますよ、本当ですか、いろんなところでだってゆずさんともね、那須大輔さん元浦和レッズだったり、はい、いろんなところでプロで大活躍した、はい、那須さんが監督じゃないか、うん、はい、監督でやってます、ウィナーズの登録者数、ウィナーズのみんなを足すとか、みんなを足すたらどんな、なんかフォロワー数、どうなんですかね、すごいこの辺だって、ウィナーズって例えばですけど、うん、ウンパルンパさんとか、はい、すごい有名な、そうですね、YouTuber さんとか、はい、インフルエンサーさんいて、ウィナーズだけでこうすごいのに、まあ、各みんな持ってるんでしょ、そのそうですね、みんな割と数字を、そうね、あの リゼムさんが、リゼムさんが今30万人、30万人ですよ、30万人、はい、それ埼玉、そうだね、どっかの川越の市民全員ぐらいそんなもん、うん、埼玉市で10万ぐらいなんで、ああそう、もうそんどうなの、30万人のフォロワー、はい、一応フォロワーが30万だけど、あの視聴回数とかそれやばいよね、視聴回数なんかでも波があるんで結構バラバラなんですけど、うん、最高100何万とかはありますね、100何万回見てる、見られてる、100何万そうらしいです、あんま実感わかんないんですけど、実感わかんないんだ、はい、でもすごくね、例えば企画でさ、はい、イングランド式、はい、あれなんてシュートゲームっていうのかな、そうですね、シュート対決みたいな、シュート対決みたいな、はい、俺多分リゼームさんの見て知った、イングランド式みたいなのがあるの、あれも多分俺がなんか YouTube でイングランドがやってるのを見つけて、これイングランド式って名前でやろうって言って、なんかそれが流行っちゃったんで、自分で作ったの名前、いやもうイングランドがやってただけなんですけど、うん、それをとりあえずなんか惹かれるかなっていう名前が、あ、っていうだけでやったら、あれ当たり前の、当たり前のようにイングランド式、だからそれが定着しちゃったんで、リゼム式にしとけばよかったなっていう、あそうだよね、はい、一発目にだ、ね、俺はもう分からないから、はい、あイングランド式っていうそういう遊びの名前があるんだって思ってたけど、はい、確かにまさかこんなに定着すると思ってなかった、マジでプロデュースバイ翔平、そうですね、見つけただけですけど、あなるほど、はい、すごいセンスがあれで、うん、ああいうのあるし、みんな取り入れてるよね、結構遊びでも、はい、そうですね、シンプルで分かりやすい、シンプルで分かりやすい、はい、そうなんだ、知らなかった、
だその名前だけミスったなっていうのはリゼム式にしとけば、そうだよ、リゼムだから本当に、そっから本当にこういう、あ、リゼムリゼムってなった、はい、あでもすごいね、初めて知った、はい、そうです、実は実はね、はい、あれシュートに特化したチャンネルじゃないですか。そうそう、でネタがこうなんかこう他のに行きたくなったりとかこう迷ったりすることないですか。いやもうなんかシュートが一番楽なんで、あなるほど、みんなが結局見てくれるんですよね、シュートっていうところが。そうなんですね。なんかハウツー系やってもあんまり、リゼムのみんな的にはサッカー楽しんでるだけなんで、なんか普通にもうキックで遊んでるっていう感じで。なるほど。あの中でも伸びやすいのってどういう傾向があるんですか。とこれを見てもらえるなみたいな。やっぱ真剣勝負してるのは伸びやすいですね。大会、大会に出たりとか。あ、そうなんだ、はい、そういうのは伸びますね、意外と。あ、じゃあそういう風に対決ものがやっぱりいいんだろうね、真剣に、はい、そうですね。まあでもね、ゆうぞうさんももうあの TikToker としてはい、はい、ピンクおじさん、ピンクハイスクおじさん、すごいですよね、はい、あの回数やばいですよね、はい、あの回数はフォロワーの割にはすごいと思いますですよね。おじさんが真剣にやってるんで、何万回とかいう数とかちゃんとチェックしてるんですか。最高は15万再生すごこれあの FC 西武大、俺結構見てますよ、まあ、見てる夜も昼も昼も夜も昼も夜も日本一、昼も夜も日本一、はい、これあのねチームメイト、はい、FC 西武大の自分たちのチームメイトが、まあゆずさんが、はい、TikTok を見つけたダンスを、はい、まあやる、やらされてる、はい、脅されてるやってる、はい、みたいな感じでやるんですよ、はい、でもあれ本当練習してないよね。本当練習みんなに聞かれないけど、これどんだけ練習してるんですかって言われるけど、ひどい時は練習の俺車で向かってる最中にグループラインにピュッて送って、はい、でみんなそれを見て、あこれやるんだ今日今日の朝これもうこれ、あ例えばね練習とか練習試合の時だったらまだいいんだけど、はい、公式戦の時でも本当に送ってこれやるからみたいな。そうなるとまあある意味、はい、あの真剣モードなんだけど、ちょっとあ今日これやるんだって人笑いが起きる、和みますね。でもうねみんなベテランだから、はい、このダンスが難しい楽っていうの分かんのも、はい、もうだんだん何回もう相当やってますよね、うん、確かに。でも本当にもう最後崩してアインだけを入れれば、そうですね、志村けんさんをもう僕らは確かにリスペクトしてる、リスペクトしてるから、必ず必ずアインを入れるだけだから、はい、もう途中のダンスがぐちゃぐちゃでも最後アインだけしっかりやればまあそうですねみたいなところだから、だんだんこう抜き感も含めて本当練習しないよね。してない。いや結構揃ってますよね。行きますってこうやってやって、うん、こんなで位置取りこうやってやって、いやそこでこうやってアインでいいんじゃない、うん、って言ってでカメラチェックしたら、はい、じゃあ入ろうって言ってそこに入ってやるって感じだよね。たまに前回だったけど、はい、なかなかこう音が聞こえない時あるのね。あ遠すぎですね。ダンスがみんな合わなくて、うん、何回かテイク2テイク3やんだけど、はい、なんかうちらなんかだんだん一発で OK 出ると歓声上がるという40超えたおっさんが一発 OK になると、イエーイ何の俳優気取りか分かんないけどはい OK! はい OK! って言うとなんかみんなうわーってやる。ちょっとだから味を占めてるやついますよね。ああいうところでしか必ず前線に来るあやついるんですよ、ね、一緒、はい、普段輝いてないやつはああいうところに出てくるんですでも大事っすそうですやっぱ黒倉大事っすね今のもう放送禁止用語ですから名前黒倉まあ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 そういう形でね、あの YouTube とか TikTok とか、はい、もうこれ当たり前な話になってきてるんで、はい、まあ、その中でもねサッカー系って言ったらやっぱ一番最初じゃないかなと俺は思ってるんですけど、あんま知識がないからなんだけど、でもやっぱ巻ヒカってやつが多分最初サッカー系で、ああ本田圭佑のモノマネする、そうですね、はい、でその後多分那須さんが出てきて、それ以降あんまいなかったんですよね。でサッカー系チャンスあるなと思ってやったのが多分始まりかな。スタートはいつのリゼムのスタートって何ですか。リゼムは2020年スタートなんで、じゃあまだ4年前とか。そうですね、4年前の時はまだ YouTube も知らない、知らない時やってもいない、はい、20代後半ぐらいの、そうですね、本当にど素人で青年たちが、はい、どうしようかみたいな、はい、え、みんなその時何やった、え、みんなあれリゼムは全員広島ユース出身、そうです、みんなユースは広島ユース出身、はい、あ、広島ユース出身なんだ、はい、
その慶吾高重が同級生で一緒にやってて、俺が先輩でいたんですけど、うんうんうん、昔で多分始まりは慶吾が2019年で多分サッカー辞めて YouTube やろうかなっていうので高と重に声かけたとこから始まってます。それさ、すごいよね、いろんなほらサッカーでこう生きてきて、うん、でまあサッカー一区切りついた時に、はい、YouTube やろっかなってなかなかさ踏み出せないよね。はい、でもその時はおいいじゃんいいじゃんって感じ、はい、多分ケイはドイツか最後やってたんですけど、もう暇で YouTube しか見てなくて、あ、まあ、そういう世界が楽しそうだなっていうのから、あ、そうなんだ、はい、で帰ってきてもう YouTube やろうぜ、はい、一緒にやろうよみたいな。え、その時タカとかシゲは、シゲもちょうどそのタイミングぐらいでサッカー、あいつもオーストラリアでやってて、うん、ああシゲも海外でやってた、でやめようかなっていうタイミングで、タカは普通にサッカーやってて現役だったんですけど、うんうん、オファーもらってすっぱり契約更新って、契約もあったのにやめたんですよ、うん、あタカ、はい、あそうなんだ、はい、これも契約があったけど、 あいつはすっぱりもう切って YouTube にかけたんで、いやそれすごい流れできたんだ、はい、普通だってサッカーでやってたらやりたくなりたくてみんな頑張ってる、はい、ね、さっきミヤちゃんも言ってたね、サッカーのプロになりたかったよ ね、はい、でもなれなくて、まあ、違う道を選んでんだけど、はい、あるのに YouTube の方が魅力あって、はいはい、そうですね、だってようわからない世界に入ってくる、はい、もういきなりと素人で入ってきたって。え、翔平くんはじゃあいつ、僕はその2020年スタートして20年コロナ始まったじゃないですか、うんうんうん、で僕就職しててその2020年ちょうど、うん、何やってたの、何やってたの、なんかエージェント業みたいな、代理エージェント業みたいなやってて、まあ、コロナで全然なくて、うん、東京いたんですけど、うん、広島帰ったりしてなんか手伝ってて、うん、まあ、面白いなと思って、うん、2021年から本格的に、まあ、弟たちがやってて、はい、それお兄ちゃん的にあの手伝ってて、そうですね、はい、でだんだんちょっといいじゃねえかってなって、私なんか可能性感じたんで、可能性感じた、はい、その時多分ちゃんとしたサッカーをやってる YouTuber がいなかったんですよね、うん、那須さんぐらいしか、あ、なんかそこチャンスかなっていうのがあったんで、あ、ちゃんとそういう風に計算立てて入ってったの、ちょっとだけ、まあ、可能性を感じてや入りました、ね、そうだよね、今でこそいろんなサッカー系のね、はい、YouTuber あっても、その時だったら本当エビちゃんさっき言うのサッカー系の YouTube 走りだよね、走りって俺もそれで知ったような、那須、まあ、さんがなんかいろんな高校とか行って、はい、ね、はい、あのトレーニングをやってるっていうのは知ってたけど、はい、けど他の人で那須さんだからできてたのかっていう風に見てたけど、もっといろんな風に YouTube が YouTuber がいるっての知らなかった、はい、そのマキヒカもちょっとふざけてやるタイプのサッカー系だったら、モノマネとかやってたもんね、まあ、バラエティー系のね、なんで真剣に今までやってきた中では多分いなかったっていうのがあって、すげえな、はい、まあね、ちょっと今広島って話が出たんだけど、うん、ちょっとやっぱり紹介しないとさ、まあ翔平くんのね、はい、お父様、はい、もうこれ誰もが知ってる、うん、サッカー日本代表、はい、なんか痛そうだ、どうも、いや、どうもありがとうございます、そんなそんな私の紹介はいいんですよ今日はもうね、顔息子の話だけにしてもらっていや、私の話はいいんですよ今日は、全部ですね私の話はいいんですよ、今日息子が、はい、息子来てますから、そうですよ、はい、もうね、代表監督森保、はい、さんのお息子さん、そうですね、長男やってます、長男やってます、やってますか、そうだ、長男しようみたいな感じ、はいね、そうだ、京都でそれもね、僕たちは、はい、ね、お父様に、はい、俺 YouTuber なんだけどみたいな話とかしたんですか、敬語は多分して、まあ基本自由なんで、まあ、自己責任、はい、自己責任でやる分には、もうそ特に何も言われず、多分、へえ、じゃあいつの間にかじゃあこういう風にやってって、はい、まあお父さんも多分分からないよね、 YouTuber って言っても、ね、多分絶対うちらより上の世代の人は、はい、全然多分分かってなかったです、分かってなかったね、はい、最初はね、だから大丈夫かっていう感じの、そうだよね、あ、そうなんだ、心配がねこれだってすごいじゃないですか、ゆうどさん確か会いましたよね、森保、あ、監督、はい、え、それ、あ、そう、それはあのその敬語の、それこそ結婚式で、あ、すごいよね、そう、だから座ってて新郎のお父さんが挨拶来たから、えっつってまず、挨拶、えってなりますよね、敬語があって来たから
そん時だけユーゾピースできなかった。なんでやんないんですか。ちょっとさすがにちょっとね緊張しちゃった俺。ユーゾさん緊張するね。やっぱねオーラすごかった。オーラすごい。すごい。で同じタカとかシゲがそれこそいたんだけど、タカとかシゲがユーゾさんいいんですか、ユーゾピースやんなくて監督になくていいんですかって言えねえな。初めて言えなかった。マジで言うぞピースしてください。いやそれぐらいやっぱなんかやっぱすごい雰囲気というか、あやっぱ日頃のほら、うん、プレッシャーとかも違うじゃない。いやちょっとね日本代表の監督なりたくても絶対なれないし、うん、なったらなんか怖さしかないなって思うけども。絶対嫌ですけどね俺は。ね、怖いよね。全然したいとは思えないです。だからもうその志だった日本サッカーのために、ね、思ってるレベルが違うから。しかもこうね年数も重ねてきてるじゃない今。すごいことですよね。すごいよ。だってもうドーハ組っていうだけで僕たちからしたらもうすごい人たち。もう感動を与えてくれた。いけなかったけどそれがなんかドラマを作ってくれたから。なんかそういう中ね、でもお父さんだからそんな感じしないでしょ。まあお父さんもね普通のお父さんですね。普通なんすけどね。普通じゃないけどね。でも普通なんだよね。もう家では普通にゴロゴロしてるしみたいな。へえそうだよ。ごめんなさい、森保監督は今何年日本代表監督何年ですか。4年終わって次のオファーで以上結構 ね。だから多分こうやってどんどんチームも上がってきてるでしょ代表も。その同時にリズムをずっとこう上がってきて、うん、だから今なんてリズムの力でねこうさ代表の試合こう J リーグが絡むとか、はい、そこでこうあったりっていうのは結構お父さん的にも多分嬉しいよね。超嬉しいよ多分。そんな大丈夫か。そうじゃん、はい、全然わかんないからね、はい、よう来たなみたいなこのステージまで親目線では絶対そうですね。でもね息子はとサッカーで仕事でこうどっかで会うってっめっちゃ嬉しいと思うし、はい、そうですね、うん、すごいよね、はい、でさあそもそも論聞いていい、はい、聞くの忘れてた。リゼムってどういう意味なの。リゼムは Life is short enjoy more っていう、はい、英語の略で頭文字で Life ね、はい、Life is beautiful みたいなね、まあ、そんな感じ。人生は短いから楽しもうみたいな。そうそうそう、ああそういうこと、はい、ああすごい。あライフさんじゃないのね。スーパーのライフ。埼玉はあんまないっす。あないないない。すいません失礼しました。鶴ヶ島出身ですよね。知ってます知ってる知らないですか。ライフはなかったけど。あんまないっす。あんまないっす。東京？多分大宮とかにあるかもしれないけどこの辺にはあんまないかもしれない。あ府中にはあります。府中にあるね。東京用だから。ライフってないんすよ。あそうなんだね。もう何の話か分かんなくなる。そう本当。でもじゃあそういう形でこう。サッカーもいろんなのやってきて、はい、でいろんな人と会ってきたじゃないですか。会ってきたと思うんですよ。そうですね、はい、例えば誰と会った時にウォーってなりましたか。一回グリーズマンとスペインで会って、ちょいそこユーゾーさんだ、ちょい今ユーゾーさん、一番ユーゾーさんなんですけどね。あいやそんなことないよ、はい、そんなよ完全に脅されてますよ、はい、そうだね、公共の電波で、はい、聞こえるようにね、公共の電波で脅されてます。まあ俺も絶対今ユーゾーって言うとこ俺もごめんなさい、まあ、どうぞ、はい、まあ、グリーズマン、グリーズマンスペインに行ったリゼムで、はい、ウィナーズでリゼムで行かしてもらって、うん、そこでグリーズマンと一緒に撮れて、うん、いやめちゃくちゃかっこよかったですね。あんまタッパないよね。そうですね、まあ、でもそんなちっちゃくは感じ、ちっちゃくはない、やっぱ会えばすごいなっていう、なんか大きくはめっちゃ大きくないですけど、え大きくどの時代かな、バルセロナ時代、いやアトレチコです。アトレチコ最近だよね、はい、最近ね、へえ、去年ですね。じゃあね、海外の人もあったり日本の人でもなんかあるの。日本の人なんかもういろんな人と会えてしまってるんで、会ってるよね、絶対会ってるよね。最近だったら遠藤航選手とか南野選手とかも、おお、旬の代表選手だ、はい、やっぱすごいなっていう。すごいね、 YouTuber として会うじゃない、うん、リゼムと彼らはわけじゃない、うん、でもお父さん監督だから、ね、そうだよね、すごい気遣うのかな、すごい気遣うよねどういうの、気遣われてるよ、絶対美味しいケーキだから、うん、ぜひ次回も僕を日本代表にそんな簡単な話じゃん、分かんないけど、はい、けどね、向こうからしたらこうね、あリゼム、あ知ってますよって言うけど、はい、代表監督の息子っていうのあるし、だからすごくね面白いし、どうなんですかね、でも楽しいですね。え、どういう遠藤航選手会う時ってどういう感じなの、おーって感じ。
いや俺なんかそんな関わりなかったんで、でもこの前誰だっけ、南野選手とかは敬語っていうかあいつらを同世代なんでちょっと話したり、あ、そういうのあったり、もともと敬語の年代なんで、はい、そうですね、そっか、だから同世代が代表とか入ってるんで、なんか不思議な感じですね。谷口翔吾ともあったんですけど、うん、同い年でずっとやったんで、あ、同い年なんだ、はい、谷口翔吾選手と同い年なんだ、そうですね、大津高校とサンフレースとかで、あ、なるほど、向こう側で、はい、代表とかでも一緒にやってたりしてたんで、あ、そうなんだ、はい、なんかそれが YouTube で会えるのはなんかすごいなっていうのは、あ、そうだよね、またちょっとね、あれだけどもまた会って、はい、そういう時やっぱおおみたいな感じまあ普通に、うん、挨拶して何してんのみたいな、何してんの、はい、シントロで行ったねみたいな、はい、そうそうすごいですね、やっぱいろんな出会い方だし、はい、まあ、サッカーならではですね、そうですね、サッカーがいろんな角度のさ広がり方してるじゃ ん、 今いろんなサッカーがあるじゃん、はい、それくもソサイチ、ソサイチやってます、はい、やってたりとか、はい、フットサイルもそうだし、うん、もうサッカーのなんつうの、いろんなサッカーが増えてきてるのね、フットゴルフもそうだし ね、 そうですね、でもよかったよね、その昔はなんかプロになれないとやめるというか、ね、はい、趣味で続けるのもそれどうなのみたいなあったけど、はい、今そのいくらでも ね、 でね、やり方が続け方が増えたから、はい、ね、我々みたいにこうおっさんになっておっさんになってもというか、まずおっさんですよ本気で楽しめるというかね、それでこそね、今一緒にやってるいつも言うね、シニアの方だってもう真剣だもん ね、 真剣っすよ、40代とか真剣だもんね、FC 西武大、はい、今40、もう11月に全国大会が待ってるんで、いや、すごいですね、はい、もうそこに向けてチームメイトとかもうやばい、この趣味のレベルを超えちゃってると思う、いやでも期待、あの練習とかももうすごい、チャリンコのマシンをグラウンドに持ってきてアトメックス、アトメックスあのすごいのやらせたり、はい、でそこで心拍数から筋肉のその最大出力とか全部測ってそれを書いてんのよすごい、そんなことするって、はい、それはそれででもすごいよ ね、 ね、だから熱いし、ゆうぞさんにかけたら50のチームを立ち上げて日本一を目指してるし、うーん、そうなんですよ、もともと40代で日本一、50代で日本一っていうのが目標だったんで、まあそういう意味で言うと今本当はもう50の代ですけど、俺は早生まれだったんで2月に50になるんで、うんうん、ってことはもう一回チャンスがあるなっていうのが、だから今年ラストチャンスで、うーん、だから今年は40の方はもう監督に専念して出ますけど、まあね、とはいえあの埼玉で優勝するのも大変だし、大変で関東大会を突破するのも関東から4チームのみ全国大会に出場で、もう各エリアでやってて、だからもう全国大会出るチームはもう10ベスト16だもんね、スタートね、 そんなもう狭きもん、ね、狭きもんですし、もうこのラジオでも FC 西武大の埼玉これ勝ったら関東行ける、はい、これ勝ったら全国行けるっていうのは逐一伝えてきてるんで、うん、だからまあリスナーがそんなにいないからね、誰が聞いてるか分かんないですけどいえ30万人いるから大丈夫ですあれ30万人いますから、はい、もう今リゼムさんの、はい、フォロワー全員今、はい、全員移行しましたから、はい、今日今そうってもう、はい、リゼムさんがね、はい、この商品が出たことによって、はい、これが30万人に行くと、はい、もう簡単にピンコジさんのあっちの夜も、はい、昼も夜も日本一の方も、はい、行きますよね、はい、あっちの方でも、はい、今日ミヤちゃんのね、うん、音楽系もうわっていくんで、じゃあもう35万人ぐらいの、ね、フォロワーさん、これ大変なことになりますよ。そうですね。はい、明日のニュース出ますね、これ。そうですね。まあすごいです。これは出ます。これは出ますよ。ますよ。楽しみですね。はい。で、なんだかんだ喋ってきたんですけど、はい、ハーフタイムがあるんですよ。サッカーと同じように。今日は、はい、いつもはゲストさんの好きな音楽とかを流したりするんですけども、はい、今日ミヤちゃんが、はい、来てるんで、ぜひハーフタイム。咳払いいいですよ、うん、すごい整えてる、おじさんピンコジさん出るかなペッペッキンちょっとパフィーパフィーなんですね、違いますよ、あ、わかりますやっぱ、うん、はい、どうもいつもありがとうございますそれ今福山の話ですそれこそそう、でもパフィーさんとかで一緒だったアコチルってフェスで出たんですけど、パフィーとか騎士団とか一緒で、この時サッカー関係の人もいっぱい来てて、鈴木啓太さんと中村健吾さんが、で健吾さんが引退してすぐの時だったんですよ。で
こうやって音楽業界の中ででもサッカーうおーってこうリスペクトする人ってやっぱ一部なんで、はい、俺はもう大興奮しちゃって、うん、であのバックヤードで焚き火囲んで啓太さんと健吾さんと俺とうちのスタッフだけで4時間ぐらいいろんな話して、はい、見たインスタグラムキャンプ場みたいな湖がどっかそう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 、やっぱだからそのサッカーって好きでこう続けてると、ね、やっぱそうやって会った時になんかいろんな話できたりとか、いやいくらでもあるなと思って、パフィー聞いた後にいろんな話しました。正解でしたね、ちょっと思い出して語っちゃいました。選択いいじゃない、選択良かったです、良かったです、良かったです、はい。もういきなりちょっと調整大丈夫？あ、そうですね。あ、すごい。あー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 なななならスタッタッタなななな、あはははははははいけるかな。おーい、めっちゃかっこいい。もういいよね。じゃあ一曲サッカーの曲をゴールって曲を書いてるんでやってみようと思います。ゴールという曲を、あーもう僕は知ってるんで、もう来た。あーもう好きなようにやってみてください。パーパッパーパッパーパッパー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 、じゃあいっちゃいます。さあキックオフ、ついに始まったビッグゲーム、今日までの準備万端、気合満タン、いくぜウェイクアップ。右サイドを駆け上がる、ディフェンスの背後に回り込む、最初に来るワンチャンスでドンピシャのボレーシュート、そんなイメージが大事なのにいきなりのピンチ、猛ダッシュでスライディング、奪えるズボール、集中からの空中、選手的ラパス、フィニッシュはいつだってシンプルにカモン、ゴールゴールゴール、そうね、ゴールゴールゴールなんて言ってみましょうか。ニャー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 、みんなでいきましょう、せーの、ゴールゴールゴール、決めるぜイエーイ、ピンチもチャンスも生かして。さあハーフタイム明け、後半がスタート、今日もタイトな勝負を楽しむ君はシュレイト、yeah、猛烈なプレスコアス、股抜きで会場をガス、生まれつきファンタジースター、見る人の記憶残した、でもスコアは0-0、絶対に負けられない、目指せ芸術点よりもまず1点、最終ライン完璧に崩す前に打て、時に打て、ガンと打て、未だ打て、シンプルに行きましょう、ゴールゴールゴール、迷わずシュート、打たなきゃ決まらぬ、エブリデイせーの、ゴールゴールゴール、決めるぜイエーイ、ピンチもチャンスも生かして、諦めるな、上が鳴るまで諦めるな、誰のため、チームのため、応援してくれる仲間のため、もちろん全部、そして勝利のため、見渡すピーチ、預けたボール、呼び込むラストパース、ゴールゴールゴール、迷わずシュート、打たなきゃ決まらぬ、エブリデイせーの、ゴールゴールゴール、決めるぜイエーイ、ピンチもチャンスも生かして、そのまま、ゴールゴールゴール、迷わずシュート、打たなきゃ決まらぬ、エブリデイラスト、ゴールゴールゴール、決めるぜイエーイ、ピンチもチャンスも生かして、ね、いいよね。宮田武さんのゴールという曲、ありがとうございました。いい、ね、声が全然違うね。もううわって、すごい、うわ、これはすごい、目の前で聞いた、これはすごい、いやすごい、ありがとうございます。豪華だな、やっぱこの曲聴くとね、やっぱサッカーの曲ってさ、あんま聴かないじゃん、そのなんていうの、そうね、あのブラジルのさ、ああいうさ、てとかはあるけどさ、こういう歌詞までさ、細部にこうサイドから駆け上がるとかさ、そう、しかもやっぱやってた人ならではのね、なんかね、その右サイド駆け上がるね、めっちゃいいですね、いいでしょ、いいよね、奥が深い、深い、いろんないや、気分上がっちゃったよ、いいね、いいね、うん、おじさんちょっと今チャカチャカやってましたよ、ね、なんかこう楽器かな、なんか楽器が愛の手担当なんだウィンクです、ウィンクで愛の手入ってましたね、そうですね、かなり日本で一人だけです、ウィンクで愛の手、さすがです、さすがです。まあそういう感じで、やっぱりね、サッカーが好きだから、みんなやっぱサッカー好きでこうつながれる縁、そうだね、音楽からこうね、 YouTube もそうだし、普通にねやってるし、
やー、ね、よかったな、久しぶり聞いたけど、いいよね、はい、でも、ね、こういうなんか音楽とか、はい、サッカーとかなんかそういうイベントとかとかあんの？今のところないんで、もうぜひやりたいなっていう。そうだよね、はい、なんかコラボしたらすごそうだよね、はい、全部が。ね、リゼムさんはあれですか、そういうイベントはそんなに出たりとか、YouTube の番組とかが中心で。でもイベント土日とかなんかは割となんかいろんなとこ呼んでもらって、うんうん、スクールみたいなのやったりとか、みんなとサッカーやったりはやったりしてるんで、うんうん、もう小学生のスクールとかやったらもうとんでもないですよ。一回僕も西武大でそれで関わりがあってやった時に、はい、もうちゃんと止めないともうひっきりだしブワーッと子供たち来ちゃうから、あ、そうだよね、やっぱそれぐらい人気だし、すごい、本当にすごい、ありがたいことに、ね、遊んでるだけなんですけど YouTube ですごいよね。いやすごい、はい、そこのねとこの余裕がまたいいんだろうね、遊んでるだけなところが、うん、まあでも楽しくやろうとはしてるんで、うん、それを見てもらえて、イズショートエンジョイモアで、エンジョイモアね、はい、ね、ちょっと早いからね、今ブラブラって言ってもらっちゃったからね。そうそうね。いやどうですかね、ゆずさん、やっぱいいですね、こういうなんかイベントとか、ゆずさんもイベントいろいろあの企画したりやるじゃないですか、なんかいろんなサッカー関係がこう集まれたらいいですよね。そう、なんか今はあのどっちかと、まあ、真剣な話すると真面目な話すると、あの高校生を対象にしたその大会っていうのを今、うん、結構いろいろ開催してるんで、うん、まあ、そういう意味で言うと、あの会社 の大会もそうだし、これから8月はあの青森山田高校の青森県で開催する青森ユースっていうのに、あの全国の本当にユース年代 のチームが参加してくれるんで、まあ、先月末はジュニアユース、青森ジュニアユース大会もやってたんで、はい、であの全国からかなり集まってくれて、すごい、あの競合ですよね。すごいですね、あれ本当、あの企業のあの協賛も相当協賛いただいてますし、あのもう向こうでメディアもそうですし、青森市、うん、市長市も絡んで のイベントになってるんで、で向こうのねぶた祭りなんかをあの子供たちに見せれるようにしてあげてて、夜にそういう来てもらって、はいはいはい、夜にこれがねぶただよって、ね、みんなで踊って、それこそ今みたいに、はいはいはい、全然違うチームの子たちが一緒になってうわーっと踊り出すみたいな、すごい楽しい光景で、まあ、そういったのもあの現地でしか青森に行かないとああいうねぶたのことを経験できないし、まあ、そこをコラボしたりとか、なんなら会場でね、うん、本当にあの水道ひねるとリンゴジュースが出るようにしてあって、ブースとか、すげえな、子供たち喜ぶじゃないですか。上がりますね、それ。だって、ね、夢だったもんね、ひねってたら何かがそうだし、オレンジジュース出てる。それをなんか、それリンゴジュース、リンゴジュースでやって、何何？え？リンゴジュース。リンゴジュース。ジュース。リンゴジュース。あえて間違えなくていいです。とか、まあ、そういうのが、結構やってると、やっぱりいろんなつながりが、あの毎年毎年できるなっていうのはあるんで、まあ、今言ったようにそこにね、はい、こうウクレレ弾きに来てもらって盛り上げてもらうこともすごくいいなと思ったし、まあ、そういうサッカー系の、YouTuber の人たちが来ることで多分すごく盛り上がることには間違いないかなと思うし、まあ、そういうコラボってすごいいいなって。いいですよね、ぜひ、ね、はい、サッカーのこういうのもあるし、なんかやっぱ皆さんそのサッカーですごく変なふうにもうすごいじゃないですか、このサッカーっていうものがつながりが、はい、すごいですね、たまたまだから今回ちょっと前なんですけども、ゆずさんが企画したその青森ユースに、はい、まあ、ブライトンカフェとして、まあ、ほんと少しですけども、まあ、協賛という形でやったんですよ、はい、でまあ青森のリンゴジュースが届いたり、はい、でその話でこの間こう今浦和レッズで頑張ってる武田秀俊くんが あの連着店に来てくれたんですよ、はい、で青森ユースあの後輩たちも、はい、あれに俺は協賛したんだよっていうだけで距離がキュ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 ッとたったそのそんなこと思ってやってるわけじゃないんだけど、はい、結局回り回ってそういう縁だった、はい、まあこのゲストで来てる佐藤レオくんとか、あ、もうそういうのだけでこうだすごいなと思って、なんかつながりが、そうですね、ここもなんか怖いですね、できるね、怖いですね、これできるな、これやばいできる、はい、やばいですね、あの30万人と民族大移動カーゴに集めよう、えカーゴに集めましょう、カーゴへ、そうですね、うん、こ
川越もいいんだよね、本当にこのちょっと田舎なところが。いやそうですね、めちゃくちゃいいなと思って、今日歩いたんですけど雰囲気めっちゃ良かったです。そうだよね、はい、間違って連着店に行かされたもんね。そうですね、はい、あ、そうなんだ。本店集合だったね。いい感じに歩けました。そう、歩けました。でも川越祭りとかも相当にぎわうじゃん。相当やばい。川越祭りはやっぱ関東三大祭りと言われるだけ、もう人がすんごい。まあでもそういう時にさ、やっぱ人を集める力っていうのはさ、いろんな人がこうコラボでバッテンで集まってくるじゃないですか。はい、でもリズムとかなったらちょっとやばいよね。いやいや、そんなことはないんですよ。ちょっとやばいね。やばいよね。30万人来るから、これ。30万人。視聴回数 何百万回 ?100 万回はありますね。やばいな。それ子供たちがいっぱい今見てくれるじゃないですか。はい、で、どういうことをこうなんか伝えたいとかあります？いや、もうサッカー楽しくやるっていうのを伝えたいなっていうので、あ、まあ、自分たちが楽しくやって。出ればしっかりその面白さ伝わるかなっていう思いでやってますね。うん、確かにね、なんか勝利至上主義ってね、はい、なんかこうレギュラーになれるかならないかとか、はい、そういうことだけになっちゃうとかね、なんか多いですもんね。そうですね、まあ、自分たちもプロで活躍できなかった人間なんで、うん、まあ、まずサッカーの楽しさを広めれたらいいなっていうのはあってやってますね。まあ、ゆずさんもそうですよね、いろんなこうトップチームじゃない子たちにこういろんな経験、いろんな全国のいろんなところでこう経験させたいっていうのを前回話してたじゃないですか。うん、やっぱすごいですよね。そういう、そう、なんかもう今の年代でもうサッカーを真剣にやってるんで、うん、そのサッカーを続けてれば、うん、いろんな勝負はこの先にあるんだよっていうのは僕は本当に思いますね。その通りですね。うん、続けてなければあの高校時代に僕は武南高校に、あの西武大高校として負けたんですけど。あそこでやっぱ戻りたいなってあったんですけど、やっぱそのシニアで当時武南高校のエースに決められたんですけど、シニアで対決したんですよ、うんうん、対戦相手にいて、うん、時が経つ、時が経ち、いや、そう、それはもう当時は大宮サッカー場だったけど、その時は河川敷のグラウンドだったけど、うん、同じシーンの1対1があったんですよ。へ、面白い、ちょっとすごいっすね。それでもうその時スローモーション自分の中で、俺これ決められたら高校の時決められた時と全く変わんないなってすごい思って、うんうん、でそれでその試合止めて、その試合勝ったんですよ。おー、すごい。それ40、今から 2,3 年前だから45、6ぐらいだったんですよ。それで面白いことにサッカー人生どこ戻りたいって言ったら、もう高校サッカーに戻りたいと思わなかったんですよ。ああ、払拭したんですね。今は本当に冗談だけど、シニアのあの準決勝、全国の準決勝で負けたあそこに戻って、はい、まずはファイナリストになりたい、で日本一になりたい。それまではやっぱりあの高校サッカーで負けた時の悔しさってやっぱ残るんで、あそこに戻らせてくれって、戻れんだったらどこってそこって言ってたんですけど、今はもうそれが一切なくなってみたいな。でも続けててよかったなっていう。そうですよね、結構日本の場合高校サッカーとかあの年代のサッカーが、はい、まあ、ユースもそうだと思うんですけど、はい、今日ちょっとてっぺんみたいな、そうですね、風なイメージで、あと完全燃焼とかさ、はい、けど確かに完全燃焼はそこでするかもしれないけど、はい、でもサッカーのこのね長いスパンからしたら、うん、障害スポーツとして考えたら、うん、まだまだ始まったばっかりだもんね、うん、はい、この辺もっと面白いこといっぱいありますよね、はい、めちゃくちゃあると思う、ね、うん、今みたいなまさか同じ、ね、確かにシーンとか出るかもしれないし、まあ、その辺このね同じチームでやらせてもらってるんですけども、はい、まあもう悔しいことばっかりのが多いかな。本当だよね、まあ、そんな甘くないですか。こんだけやってても全く勝てないんだっていう。いや、他よりは練習してるつもりだし、他よりメンバーはね、いい選手いっぱいいるなと思うけども、サッカー難しいなって、ね、甘くないっすね。甘くないよね。なんで勝てないんだろうっていう。本当、まあでもですけど FC 西武で話してたんですけども、はい、11月はまあ岸田雄三さんも最後の1年というので、選手たちも、まあ、かなり気合入ってるんで、これ取れなかったら解散っす。解散解散です。今もう解散って、もう国会だったらみんながバザー。続ける話散々しといてね、負けたら終わりって今更言うっていう。確かに
散々散々続けた方がいいって言って、言ってたのにね、楽しみましょうって話がいっぱい出てたのに、本当にある意味終わるんだ、まあそうですね、負けたら、まあ、大人で本気になれるっていいですよね、大人が本気にそうだね、でも本気で遊んでる意味ありますよね、このサッカーって本気なんだけど、ね、結論遊んでるんだよ、やっぱ楽しいですもんね、楽しい、だってまあ練習とか結局ワクワクしてるそう、ね、楽しみない、5時半集合とかでもみんな言うけどブツブツ言うけど来たら来たらみんなすげえ4対2とかマスバーシ始まって、なんだかんだね、まあでもそれぐらい、うん、いやなんかね、はい、あっという間にね、はい、こう話してきたんですけども、まああともうちょい10分ぐらいあるんですよ、早いっすね、でもなんか伝えることあれば、伝えること、なんか広告とか、広告っすなんかありますか、もう後からほらビリビリってなるよりかは今のうちにこう、そうっすね、8月12か13に京都なんですけど、ソサイチのなんか大会がありまして、まあ、そこにもし来れる方は見れるらしいんで、え、それはな誰が出るんですか、何て FC リゼムっていうリゼムが作ったソサイチチーム、また新しい名前でいいんだ、はい、また、ね、FC リゼム、はい、FC リゼムね、ソサイチチーム作ったんですけど、それと梅ちゃんっていう、うん、有名だね、はい、ソサイチでも、はい、大阪にプラムワンっていうソサイチチームがあるんですけど、全国有数だよね、はい、去年準優勝ですね、プラモアが出て、まあ、あと他にも予選勝ち抜いた何チームか出るんですけど、そういう大会があるんで、うん、よかったらぜひソサイチも見たら面白いよね、 FC リゼムはソサイチのチーム、とりあえずはそうです今のところ、まあ、いろんなところに表面に行けるってやつですね、はい、FC リゼムソサイチみたいな感じですね、やっぱそういうイベント増えてるんだな、今度だから出るんですよね、はい、俺もまあ、ちょっとランチの時に話したんですけど、バトルフットっていう金網デスマッチ、金網デスマッチ、あのもう爆破ですよもう俺革ジャンで鬼だ鬼だ鬼だっちバチバチやって電流流してバチバチバチって、まああの YouTube でもちょっと格闘技系で有名な、はい、あのバン中村さんっていう方も主催の大会に出るんですよ、バトルフットっていう、な何するかも分かんないし怖いですね、ちょっと バトルフット、まあもうユウゾさんしかいないじゃないかってそれ出させてくれ俺は全面的にえ、ボールは使うのなんかね使わなそうな雰囲気だね、3×3 基本的には 3×3 のサッカー、ああちゃんとボールある、ボールあるよ、足だけ、キックだけ、架空のボールじゃなくて、架空のボールがある風でやるんでしょ、けどボールがあるんだけど、そのどこまでどうかっていうのはまだこれから今ね、あのいろいろ宣伝してくると思うんで、それちょっと出てくるんですよ、誘われて、すごいですね、面白そうな、金網の中でやるんでしょ、金網の中でやるんです、金網、本当にあのデスマッチですよね、はい、電流流れて、はい、もうバシャーってこれが違うバシャーッ出てくださいよ、それが出てくださいよ、いやオファーがあれば来てるんですけどね今のところまだ来てないですね、それ年齢制限はない、ないです、へー面白いね、じゃあエビちゃんは今今年いくつだっけ、46っす、46も出れるし、対戦相手が19歳かもしれないし、うん、っていう、なんかサッカー系有名人が参加するみたいなんで、へー、まあちょっとね、サッカー系有名人だったら絶対そのうち声かかるよね、声かかってない、かかってんじゃないの、なんか事務所分かんないけど今のところ来てないですけど、危険すぎてあれじゃないそうだ、ね、一回様子見てやっぱりどういうのか分かんないからねそうだって多分エビちゃんに言ってもらって、でそういう感じで出ちゃう、スター発生出てきちゃうから、まあでもそういうねイベントもあって、あ楽しそうです ね、もしね FC リゼム来たら戦うかもしれないし、その時にはね、思いやばい。それはいつ頃って決まってんの ?8 月31日です。へぇー。じゃあもう日はもう決定します。決定します。土曜日。行ってきますよ。すごそうだね。見たいですね。ね、どんなことをやるのか。3×3 なんだよね。でもなんかそういうのも。最初から3対3。3対3から時間ごとに人数が減ってく。減っていく。そんなことある？すごいな。確か、翔平くんが出てた、はい、キングスワールドカップ僕行ったんですけど、それは7人制で最初1対1から始まるみたいな。あ、そうなんだ。1-1-2-2-3-3-4-4-5と。最後は7対7。はい。3×3 はなんか減ってくるタイプなんですよね。だからマジで動けるやつが。
確かにいないときついっすね。なかなかってボロボロで。でもさ1対1だからさ、まあそのキングスカップのさ1対1の時ってやっぱドリブルできないとさちょっと話にならないでしょ。そうです ね, ねこれさ抜きに行ってつまずいてボール取られたらすぐ点取られるじゃん。すごいプレッシャーすごいっす、ね、逆に怖いよね、はい、だから相当前のやつを最後の一人にしたいと。うん、俺は早めに出てって早めに恥さらせないでしょ。だってドリブル始めに出たらさ最後減っていく中でずっと一番ずっと戦わなきゃいけないでしょ。そうずっと戦わなきゃいけない。あそっかさ減っていくのか。そうだから減っていく最初に減る最初に減る最初に減るもう昔のファミコンみたいに最初やられるみたいなまあでもそういうイベントもあって、へえ、だから今やっぱね音楽もそういうイベントがだんだんできるようになったじゃないですか。そうですね、それやっぱありがたいですよね、はい、いろんな風に集まってもね。あ、サッカー仲間と やったビールの話してもいい？大丈夫これ？いいよ。浦和レッズの、はい、サポーターの人たちが作った UBP ブルワリーっていう浦和にブルワリーがあるんですよ。2年前にできたんですけど、そこと宮武博がコラボでビールを出してまして、うん、ビアウィナーっていうビールを飲んで勝つとか、あと勝った後に飲んだりとか、負けても飲んで勝った気になるとかいいっす、ビアウィナーってそうビールをちょうど8月頭に出してですね、そのツアーでいろんなところにライブしながら、そのビールを出してるんですか、ビアウィナー、ビアウィナーってビールを、はい、出して、はい、かっこいい。もうビールクラフトビールとかもめちゃくちゃ詳しくて好きで ねもうそうだからいろんなこうアウトドアのイベントとかビールとかほんと詳しくて、そうだから現役選手だとね飲めない方いらっしゃいますけど、はい、まあ、ちょっとゆるく楽しんでらっしゃる方は終わった後飲んでいただいてみたいな、それはどこで買えるんですか。それは浦和でも買えるし、今各地おろしてくれたところは酒屋で全国で、すごい、まあ、限られてますけど、うん、ネットとかでも買えるんですか。ネットでも買えます、はい、ちなみに、ネットはで何て言ってもいいですか。ビアウィナー、UBP ブルワリーっていうブルワリーのサイトで買えます。はい、皆さんもう一回言います。どこで買えるかもう一回言いますね。 UBP ブルワリーですそうです僕はもう飲んでるし買ったこともあるんで。そうね、エビちゃんのお店でも、はいはい、ライブとビールのセットでね一緒にやらせてもらったりしてて。そうなんですよ、もうそうだよね、うん、本当に、先週前回来てくれた大宮アルティジャーベントスの森松瑠香選手っていう女性もうがもうビールが大好きっていうのよ。もうトップなでしこにも選ばれたトップアスリートがビール好きって言ってたのよ。なんか嬉しくてこれ現役のでもめちゃくちゃやってるのね、うん、だけどビールが好きっていうの聞いて、うん、うわーと思ってでも嬉しいじゃん現役の選手、はい、翔平くん飲んだりするの。僕あんまり強くないんで飲めないんですけど。あ、はい、顔は飲めそうなんだけどな。そうよく言われますめっちゃ言われます、うん、すぐ赤くなって吐いちゃうタイプそれ弱いね、はい、全然弱いね。そうですよ、ビールは無理しないで大事に作ってるんで好きな人が飲めばいいんだよ。そうですよね、はい、俺はいいなそれ、うん、ぜひぜひ、うん、ね、いろいろ、はい、じゃあエビちゃんのお店にも置いてるんだ。置いてます、お好み焼き屋さんにね。お好み焼き屋さんブライトン、まあ、翔平君が突っ込んでるからねブライトンお好み焼き屋お好み焼き屋でしょ。パスタっすピザでもそうなのさっき食べたでしょ。そうなの、お好み焼きじゃなかったすごい変わったお好み焼きだなと思って。いや、お好み焼きも絶対美味しいの作れます。これ広島風みたいな麺が入ってるな。これ麺ありましたもんね。いや、乗らなくていい乗らなくていいから。あ、広島焼き、はい、広島出身ちょっとうるさいそうだね、お好み焼きにまあでも広島人は結構厳しいですね。そうだよね、はい、厳しいよね。いや、お好み焼きじゃないからいや本当にね、こういう4人が集まるとどうなるかなと思ったけども、はい、なかなか楽しい。そうだね、途中曲あり、はい、でもね、はい、でもこうやってさ、普通は来てくれないよね、ゆずさん言ってたもん。いや、ね、普通は難しいと思う。もうこの立場ぐらい、ね、立場っていうかね、こんぐらい人気になっちゃうとなかなか出てくれないですよ。全然呼ばれるな。そういう自覚あんまないの？おー、すごい人気あるな。いやまあ一応自分としては一応考えてるんですけどまあでもそこを言っちゃったらね、それはやっぱりファンあっての仕事ですから僕も本当に顔で勝負してますし、そこはもう言われれば写真も撮りますし、す、ね、はい、サインも書きますし、それはちゃんとしてますよ。はい、その通りですね。顔で勝負したら全敗っす。通りで通りで何やっても勝てないなと思ったんだ。そこか。やっぱね、もうだってこんなさ、ほらもういやいや、容姿端麗。全然。でも
なんか一回なんかね、本当サッカーとか関わって、はい、やってみたいなと思う。やりたいです ね、 ちょっと前回行けなかったんでフットサル呼んでもらったんですけど。あ、そう、フットサルあったんですよ、はい、あのウィーリーガーたちと混ぜて、で翔平君も誘ったんだけど、まあ、たまたまね、はい、いやでも前よ、みんな若い子、女の子も上手よ。絶対上手いですね。うまい。やっぱね、今ね、サッカー分かったことあるの。もう上手い人はね、みんなね、焦らない。今更、ま、そうっすね。そのね、すごいもんね、プレースタイル。慌ただしいもんね。すごい慌ただしいもん。すごい忙しい。もう仕事と一緒。常に何かに追われてる。忙しいわけ。バタ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 してて。いや、本当に。やっぱさ、今さ、こうやってね、近くに空いていても焦らないよね。うん、あれがね、ああいうメンタリティーね、やっぱ必要でしょ。いや、大事ですね、それはね。翔平君でもあのガツガツ系でしょ。はい、もうそっち側タイプなんで。忙しいタイプ。バタバタやってます。バタバタやってます。バタバタやってます。ユーさんキーパーですから、うん、足も使えるキーパー、元祖ですよね。でもまあシニアだと少なかったよね、最初はね。そうですね、うん、足も使えるゴールキーパー、まあもう口と足、口と足、いや一番大事、口9割ぐらいで、はい、9.9 っす。 9.9 俺サッカーしてないな、それもう。ずっと喋ってるだけじゃん、ね、でもなんかね、それからミヤちゃんもサッカーやるし、うんうん、なんかこうなんかユウさんもなんかこうね、イベントやった時にこう、はい、みんながこう集まれたらいいっすよね、はい、ね、今日みたいな感じで、うん、またわーって、はい、うんうん、企画しましょう、それは。ぜひもういろんな縁で会えたらいいっすよね、はい、うん、いやもうね、話をね今まとめようと思ってるんですけども、まあ最後ねちょっとだけ時間あるんですよ、はい、で、まああのー、FC 西武台の話になっちゃうんですけども、うん、はい、11月にこれ静岡であるんですよ。ぜひ来てもらいたいですよ。来てもらいたいですね、応援に、はい、全国大会です。全国大会、このおじさんの、真剣なおじさんの戦いを、だこういう場面でね、その、はい、ユーザーがいるんでちょうどサッカーの話もできるんですけども、はい、ぜひ一回やっぱ来てもらって、はい、見たいですね。やっぱりこうもうそんな残されてると思ってないんですよ、自分のサッカーがガチでできるのは。だからあまりできるうちにこう見てもらいたいなと思いますよね、はい、確かに見に行きたいです、うん、40歳50歳の本気のサッカー、うん、いや本当暑いからね。暑いよ、ね、暑いです。もうだから年代的にあの全国行くと、もう元日本代表とか元 J リーガーとかっていうのはもうザラにいるレベルのところだし、もちろんそうじゃない、ね、プロも経験してないで楽しくずっとサッカーを続けてきてっていうメンバーも多いし、かなり楽しみな、ぜひだからそういう形でなんかいろんな風な応援も行きますし、はい、ね、うんうんうん、イベントにも行くんで、こういう風にコラボしていけたらいいかなと思います、はい、ぜひお願いします、はい、お願いします。時間となってしまいました、はい、本当に今日はね突然のあれで、ね、宮ちゃんも MC ありがとうございます。本当によ、ありがとうございました。歌最高でしたよ。いや、最高でしたね、ありがとうございました。で、お二人もこんな忙しい中来てもらってありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、あの自己紹介して、あの紹介して終わりたいと思います。はい、はい、FC 西武台代表岸田雄三さんと、リゼムの翔平くん、そして MC の宮武弘さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。この放送は川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言各種登記などお悩みを解決します、川越の竹内司法書士事務所、姿勢が変われば明日が変わる川越ケアラボ整骨院のご協力のもとお送りいたしました。ありがとうございます。